テオドリコ・ペドリーニは、イタリア人のラザリスト会宣教師、音楽家。真の後期帝、妖精帝、賢竜帝の下で、西洋音楽を教えた。中国名は、特里学。ペドリーニは、マルケ州フェルモで生まれ、ローマで法学を学んだ後、1698年に、ラザリスト会に入会した。 教皇クレメンス11世は、天礼問題の解決のためにシャルルトマ・マヤールド・トゥルノンを施設として、清市に派遣した。ペドリーには、他の5人の宣教師と共に、トゥルノンに随行することになった。1703年2月にトゥルノンら一行は、出発したが、ペドリーには別の船で行き、南アメリカ周りで、ペルーに着いた。その後、セント徒歩で1707年に、 メキシコに到着し、ガレオン船に乗ってフィリピンに到着した。ペドリーニはマニラでも足止めを食ったが、後期帝との会談が決裂して以来マカオに監禁されていたトゥルノンに数気教の帽子を届けに行く一団がマニラに到着したので、彼らと共に1710年1月にようやくマカオに到着し、トゥルノンに会うことができた。トゥルノンは同年死亡した。ペドリーニは 福音宣教賞によって派遣されたイタリア人宣教師マッテオリーパと共に1711年に北京へ行き、後期帝に仕えた。ペドリーニは1708年に没したトマス・ペレーラの後を継いで真の宮廷の音楽家として働いた。ペレーラによる律力正義続編の編纂をペドリーニは完成させた。ペドリーニとイエズス・会イの間は険悪で、 イエズス会イ氏による避難によってペドリーニは国につながれた。1722年に法規定が没すると妖精帝はペドリーニを釈放した。ペドリーニは1723年に西道を建てた。西道はイエズス会以外による最初の北京の教会だった。乾隆帝はキリスト教を禁止する一方で音楽は好み、ペドリーニは徴用された。 ペドリーニが中国で作曲したバイオリン・ソナタ、ソナタ、AB ・オ D リーのソロコルバソデル・ナプライディ作品3の12曲が現存し、これ、リのバイオリン・ソナタ作品後の強い影響を受けているという、ありがとうございます。